鬼でーす。今日はね、ちょっと街に行ってきたんですよね。それでデパ地下行ったんです。デパ地下っていろいろ美味しいもの売られてるじゃないですか。デパ地下の鮮魚コーナー行ったらね、なんとこれが売られてたんです。これ皆さんわかりますか？三重県産天然物、三重県産トコブシ天然加熱用。皆さんトコブシって知ってますか？トコブシ、トコブシというのはね、アワビの仲間です。そう、これ小型のアワビなんですね。トコブシ、アワビですよ。アワビ、三重県産の伊勢島かどっかで取れたやつじゃないでしょうかね、多分。ちょっと開けよう。これが売られてたんですよ、トコブシ大量に。これがねうまいんすよ。アワビもトコブシもね、そんな味変わんないですからね。美味しいですから、アワビの仲間だけあって。ちょっと開けるよ。これ生きとんのかな、死んどるのかな。なんかね、でも買った時ね、なんか動いてるように見えたんですよね。気のせいなんでしょうかね、ちょっとわかんないんですけども、もしかしたら生きてるやついるかもしれない。ちなみにトコブシの口はここです。これこの部分に歯が生えてまして、岩についた海藻を削り取って食べてます。でこの白っぽい部分はこれ足ですね。足、これ筋肉なんですよ。ここの足でちょっとずつ動くんです。この足をねらしてね。トコブシとかアワビは巻貝の仲間です。これ貝殻があるんですけど、実はここね、実は巻いてるんですよね。どれか分かりやすいのないかな。あ、これこれが分かりやすいですね。ほら、これ巻いてるんですよ、こうぐるぐるぐるっと。カタツムリとかと同じ、これ巻貝の仲間なんですね。実はカタツムリと同じ巻貝の仲間なんですよ。生きとるのかな、何匹か生きてるのいそうなんで、ちょっとこれ水につけてみましょうか、ね、なんか買った時ね、微妙に動いてたような気がするんですよ。気のせいかもしれませんけどね。ちょっとこの子たち水につけてみましょう。ここに人工海水を注ぎまーす。おいっちょ注ぎまーす。それでは投入しまーす。おい、誰ぞ生存者はおらぬのか。どうや、生きとる？あ、待って、こいつ生きとる。もしかしたら蘇生するかもな。ちょっとしばらくでここに入れときましょう。あ、ブクブクつけといたるか。ブクブク入れときます。ブクブクで酸素を送り込んであげましょう。さあ、よみがえれ。あ、こいつ絶対生きとるわ。この動きは生きとる動きやで。よしよしよし、この子は生きとる。よし、こうやってしといたったら壁に張り付くんじゃないか。他の子たちはどうかな。他のやつらはまだ、動きを見せませんね。こいつがピクって動いた気がしたんですけども。あ、生きとる。これ動いた。生きとる。この子も生きてます。はい、とりあえず2匹は生きてますね。あとの子たちはどうかな。ちょっと今忙しくてじっと見てられないので、監視カメラを仕掛けておきます。思考の中にまだ生きてる子がいるんだったら、何時間もカメラ回してたら絶対ちょっとぐらい動くはずなんですよ。ですから長回しで監視してみます。トコブシたちを投入してから3時間ほど経過しました。と、生きてることが確認できたこの子と奥の子の姿勢はなんか変わってますけども、それ以外特に変わったようには見られないんですけれども、念のため監視カメラの映像をチェックしてみましょう。映像を確認したんですけども、この子は動いてました。この子は生きてますね。この子は生きてます。で、あとはなんか生命反応が見られませんでした。あとの子たちはおそらく死んでしまってるものと思われます。3時間ぐらい置いて動かないってことは、まあそういうことでしょう。あ、また こいつは、あ、この子も生きとる。ってことは、生きてるのはこの4匹ですね。この4匹が、こっち奥のね、4匹が生きてた子ですね。こっちの子たちは死んでしまってます。ちょっと死んだ子たちは食べよう。4匹だけでも生きててよかったです。ほら、あ、この子吸い付いてますね。ほら、生命力に溢れてます。この水槽だと狭いんで、エビ水槽に入れてあげましょう。この子たちはなんか動いてますね。この突起の先端にはアワビの目があります。カタツムリの目と同じですね。巻貝ですからね。トコブシも巻貝なので、カタツムリと同じように突起の先に目がついてます。ツンツン、危ない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 
この水槽では車エビを飼育してます。ちょっと前までハマグリいたんですけども、ハマグリ死んじゃってね、貝がいなくなっちゃって寂しいなって思ってたとこなんで、ね、ちょうどよかったです。コブシ4匹ぐらいだったらね、水もそんなに汚れないと思いますからね。さあ、とこぶしちゃんお入り。あれ、あ、下に1匹ついとる、手張りついとる。はい、あー、そっかそっか。とこぶしはね、ひっくり返ると自分では起き上がれないんですよ。ほら、食いに来た、エビが食いに来た。ごめん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 。これひっくり返っとったら、ひっくり返したらエビにやられるのね。もしかしたら美味しそうな匂いがするのかもしれませんね。はいはい、ここにくっつきな。ほらほら、張り付きましたね、張り付きましたね。あー、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった。まあいいや、ちょっとしばらく地面に置いときましょう。まあ、壁に登りたかったらね、自力で登るでしょう。殻を上に向けてる分には多分クルマエビに捕食されることはないでしょうね。ひっくり返っちゃうとね、さっきあいつ食おうとしましたからね。ひっくり返ると危ないかもしれんけども、さっきあいつ食いに来ましたからね。でもまあ普通にしててひっくり返ることはまずないので大丈夫でしょう。エビちゃんたちよかったね、ハマグリちゃんの代わりに新しいお仲間来たね。みんな仲良くしろよ。お前ら食うなよ食うなよ。お前さっき食おうとしたよな。食べるなよ、わしの食料じゃけ、勝手に食うなよ。これ私は非常食ですから、ペット兼非常食ですから。この水槽にいる生き物はペット兼非常食なのでね、私がもし食べるものに困ったらこいつら料理して食べますからね。それをね、ペット兼非常食の分際で私何の断りもなく食べるっていうのは許されないことですからね。わかりましたか、エビちゃん、エビちゃんたち、わかった。本当に勝手に食うなよ、マジで。わしの食料じゃけ、勝手に食うなよ、マジで。生命反応がないこの子たちは茹でて食べます。お水にちょっと料理酒を入れて、ドイツの岩塩アルペンザルツ。これ醤油なんですけど、特別な醤油なんですよ。鹿児島県にめっちゃ美味しいお寿司屋さんがあって、そのお寿司屋さんが帰る時お土産に持たせてくれる醤油なんですよ。ほんとそこのね、大阪なんかネタにこだわり抜いててね、めちゃくちゃ美味しいんですけれどもね、醤油がなくなった頃に来てくださいっつってこれ渡されるんですよね。まだ3分の1ぐらい残ってるんで、あのお店行くのはもうちょっと先になりそうですけどね。あいう昆布で出しとりましょう。昆布出しはええからね。で、死んだトコブシちゃんたちをガラ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 、はい、さよなら。破裂してもピクリとも動かないので本当に死んでたんですね。ご愁傷様。煮立ってくる前に昆布は回収します。そういえば自己紹介の時言うの忘れてましたけど、私料理研究家でもあるんですよね。料理研究家の私から言わせると、昆布はね、もう出汁が沸騰してくる前に出すのがいいんですよ。なんでかっていうと、沸騰してからも昆布ずっと入れとくとなんかトロトロになっちゃうんですよ。昆布のとろみが出てきてね、それでなんだろう、雑味とかも入っちゃって味が落ちるんですよね。ですから煮立ってくる前に昆布をね、出汁ができたなって、いい出汁できたなっていうところで回収するのが味噌ですね。はい、これ覚えておいてくださいね。いい感じに煮立ってきたね。ちょっと火を弱めてよくかき混ぜましょう。残酷な天使のように少年よ神話になれ、タタ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 、青い風が今胸のドアを叩いても、私だけをただ見つめて微笑んでるあなた、そっと触れるもの求めることに夢中で、運命さえまだ知らない、痛いけない瞳、ちゃんちゃんちゃん、だけどいつか気づくでしょう、その背中には遥か未来目指すための羽があること。残酷な天使のテーゼ、窓辺からやがて飛び立つ、ほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。はい、はい、火を止めました。残酷な天使のテーゼの1番を歌うぐらいがね、ちょうどいいタイミングなんですよ。
はい、できました。トコブシの醤油と岩塩と昆布だしとお酒にですね、まんまですね、なんていうか、もうちょっと気の利いた名前をつけたいよね。まあ、トコブシの出汁にとしときましょうか、これ。あー、めっちゃええ出汁出とるわ。昆布だしとお醤油と、あとトコブシから出た出汁が合わさって、絶妙なハーモニーですね。そして薬味として三つ葉を入れてます。それじゃあ早速、トコブシちゃんたちいただきまーす。いただきまーす。うまい。あ、この殻に溜まった出汁のもか、すごい上品なお出汁が出てますね。薄味でね、出汁あんますくえへんだ。殻に穴が開いとったがや。見てください、この殻の裏側ピカピカしてますよね。このピカピカがね、魚好きなんですよ。あのアワビシールっていうのあるんですけどね、このアワビとかトコブシの殻の内側のこのキラキラをルアーに貼り付けるとね、魚の食いがめちゃくちゃ良くなったりとかするんですよね。アワビシールの色してます、キラキラ。バゲモン釣れそう。味はアワビとそんなに変わらないですよ。トコブシアワビの仲間ですからね。あ、見てください、この部分、これ肝がついてますね。この殻の奥の部分はこう肝が入ってるんですよね。このアワビの肝がうまいでね、まあ、トコブシですけどもうまいでね。うめえ。よし、ちょっとまたお出汁をすくって。うまいわ。やはりこの足の部分はコリコリしてますね。この足の部分はね、筋肉が詰まってるんでしょう。肝のコクとこの足の筋肉のコリコリが合わさって最高です。最高、絶妙のハーモニー。そしてちょっと出汁飲むわ。あー、素晴らしい。皆さんどうですか、これが料理研究家私の実力ですよ。即興でね、こんな料理作っちゃうんですから、みんな食べたいでしょ。ちょっと待ってね、ほらほら、これ食べる？食べる？はい、あんして、あんあん。ここだけの話ね、結局昆布で出しとったら大概魚介ってうまくなりますから、昆布出汁プラス魚介類最強ですからね。昆布出汁やっぱ海の母なる海のね、味が合わさって最高になるんですよね。あ、あ、これ肝が結構詰まっとるな。うわうわ、ブリブリ。いただきます。完食しました。美味しかったわ。トコブシ、ぶっちゃけ昆布の旨味と魚介の旨味プラス適度な塩分、これでね、もう最高ですから。これで人間満足できるようにね、もう頭の中ができてますからね。皆さんも料理の参考にしてみてください。トコブシちゃんたち、君らのお仲間美味しかったよ。君たちももしかしたら私に食べられてしまう日が来るかもしれないんでね、覚悟しておいてください。関係なさそうな顔してますけど、エビちゃんたちもですよ。君たちもだよ。おめえらもだよ。上がっとるやろな。はい、というわけでスーパーで売られていた品種のアワビを人工海水につけたら一部復活しました。復活しなかった子たちは食べちゃいました。死んでた子は調理して食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。そしてエビ水槽に新たな仲間が加わりましたね。トコブシとクルマエビの共同生活が始まりました。私のペット兼非常食として仲良くやってくれたらいいなと思っております。 また何かありましたら動画にしますのでお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。